どうも、なおっちです。タオルケットもう一度ゼロ。空から来る乙女爆弾、その6続きの方やっていきましょう。前回は、一連のね、おもちちゃんとヘミオラの話を見て、で、その後、ケルバースデウーサの体の中に入り、ホコリモンスターを倒してここに来たって感じですな。で、そこからどんどん先へ進んでいこうというわけでございます。これ調べればいいの？違うね。宇宙船？でも入れる気配はないね。どこ行けばいいんだ？ちゃんとたどり着けるか、これ。ここ同じ場所？もしかして。最初のお姉さんの言う通りに行けば出口、入り口、先に行けますわ。最初のお姉さんって誰だい？そんなのあった？南に降りた後には私の親戚のいとこ。あ、そういうこと。なんかタオル同士にヒントを聞く感じ？これが最初のお姉さんとかってやつ。東にかなり進んで南を降りると姉がいる。はい。かなり東に行っちゃうか。超東だけど。これ一周回っちゃうとかあるかな。西に戦艦がありますわね。私の親戚がおりますが、とりあえずまあ西行って西行けばいいんだ。で、これが多分戦艦。で、これが多分その、あれだよね。南の降りたところ。まあこういう風に辿っていけばいいわけだね。だから最初の、お姉さんの言う通りに、行ってるんじゃないの？待って待って、分かった。ちょっと待って、一回リセットさせて、タイトル戻らせて。最初のお姉さんってさ、ここのじゃないよね。入るじゃん。左にかなり進んで、だってこれだけだもんね、言うのね。もしかしてその前のタオルケットをいっぱいいたやつの話も聞くみたいな感じ？まあ、とりあえずもう片っ端が探していくしかない。あら、ごきげんよう。おー、見つけた。へへへ、どうだ。お、カチカチ、パチパチ、ポチポチ、カリカリ。ああ、大変だ、大変だ。ものすごい疲れるよ。でも、仕事だからな。ブラックホールはここに置いてっと。お？ いやー、久しぶりに見たよ、ポン。あいー。敵かよ、お前。強えし。強えんだけど。ちょっとびっくりだよ。やべやべ。危ねえな。回復しなきゃじゃん。とりあえず、あれは警備員だからぶつかっちゃいけないってことな。宇宙の構成物質は、ハートの気持ちとダークマターと、あとはスパイスを少しと。ダークマターって何なんで、宇宙を作るって難しいで、こいつらが宇宙作ってる感じ？難しいなぁ。ああ。では、笑いの SE。まあ、安定ですな。アインシュタインなんて時代遅れさ。これからは僕たちポンの時代だね。僕は僕を作ってるよさ。どういうこと？宿なくない？物置部屋。宇宙でいらない部品なんかをここで売っちゃっていく。
警備員にはぶつかったらまじいから。可愛い女の子たち。やばいじゃん。物質を計算しています。何今回のポンガは宇宙を作ってるみたいな。しかも賢いし。僕たちを作っているところ。いや、やべえな、これな。セーブする場所じゃねえや。回復する場所がないから厳しいよ。宇宙製作所にいらっしゃい。ゴシゴシゴシ。なかなか掃除って大変だね。ああ、わかるよ。掃除ね、大変だよ、ほんとに。僕の作った報告書なんだ。今、上司に見てもらってるの。ふむふむ、ここをこうしてこうするだよね。ああ、やべ。間違えた。死ぬんじゃないかい？回復間に合うかい？間に合え。回復。よし、とりあえず回復は間に合った。アイテムを買いたいぞ。宿も欲しいぞ。お金はね、1回で500円だから結構もらえるし。さてと。隣のポンはデスクワークでヘトヘトなのさ。疲れてるな、確かに。同じこと言っちゃった。おお、社畜かよ。みんな働き者だね。デウデウ製作所。俺の代わりに働いてくれ。地球って惑星にあるお花を作ってるんだ。へえ。お、なんか最後のフロアみたいな場所に着いたか。宇宙って不思議。ああ、まあね。簡単じゃないでしょ。新たなる目覚め。ダークマターを作らないと。すげえこと言ってな。よいしょ。今夜も徹夜で仕事です。だって宇宙は作ってるから。電解質は56%でよ。いらっしゃいませ。何が？お店だと思って今。この奥にいるんだろう。ああ、いるくせえな。この感じはいるよ、多分。ボスっぽいもん。ああ、強かったらどうしよう。ああ、いらっしゃる。ほほう、これはこれは。あら、まあ、ですわ。餅は取れたみてえだな。ええ、おかげさまでね。返してほしいわね。何はだ、確かに。おお、地球を返してくれた。やれるもんならやってみな。先輩の仇。おー、やっぱり戦うの。勝てんのこれ。3人で相手。相手もないよ。あー、でもいけなくはなさそうだな。いや、どうだろうこれ。厳しいんじゃないのかな。しじみちゃんをこのターンで倒せればワンチャンありそうだが、倒したし。うわー、コホンコホンを殴り倒す。あ、待てよ。おもちちゃんが攻撃力多分低いんだよね。だからコンチェルには殴らせた方がいいんだよね。回復はだからレベルが低い、武器もあんまりいいの持ってないやつらにやらせればいいわけだ。あー、いけそう。なんとか。なんとかなりそう。このターンで古墳古墳を倒せば、勝利が見える。倒れろ。倒れろ。なんでタフなんだ、お前。タフすぎね。しじみちゃんが弱かっただけ。回復アイテムがない。これでもう終わりじゃん。あー、やべ。あー、ギリギリいけるか、これ。
コホンコホンと同じぐらいいっぱい靴下強かったら無理なんだけど。勝った。あれ終わりじゃないもんこれ。もう普通に倒して先に行けるし。もうこの音楽は。ああ忙しい忙しい。全く大変なことをしてくれた。ちょっといいかな。うん、お客様だ。これはこれは偉大なるケイトのふるさと、地球人の皆様じゃないでうか。ありがたいんですけど、ちょっと今ちょっと大変なんですよね。地球が破壊されたからまた。宇宙を新しく作ってる最中なんです。ん？何ですって？宇宙を作ってる？はい。デューデュー、こねてこねて。新しい宇宙を作ればでう。ありがたい、さすがケルバースでうさ。宇宙の均衡を保つために宇宙を作り直してくれている。まあ、これで2回目ですからね。忙しいですけれど、慣れたもんですよ。そうだね。はいはい、わかりましたよ。ちゃんと送り届けますからね。皆様、それまでお茶をいかが。おお、この人には水をあげてちょうだい。持ち娘。これで一件落着なのかしら。これで一件落着なのかしら。ああ、地球ができるのをご覧くださいと。ポンたちによる宇宙及び地球の完全な復旧工事が完成して。おお、もうできたの。早っ。デュウ、なんだかんだに2個目の地球。できちゃいました、デュウ。助かるよ。すげえ、すげえ、本当にすげえ。ああ、まあ確かに博士的にはね、びっくり仰天だよね。本当に楽しく生きてくださいね、デブ。おお、本当一件落着じゃん。おお、お話。新しい宇宙ができました。小さな小さな宇宙の中にできた地球。ある人とロボットはまた新たなる冒険に出かけました。今度はもっとうまくいくよ。とある二人はいつもの通り、いい加減諦めればいいのにね。とある二人も肩を寄り添って、いつまでもいつまでも。平和にまたなったわね。何の変哲もない、素晴らしい毎日が始まるね。おお、何さって。ああ、そうなんだ。何してんだろう、そういえば、お魚帽子は。おしまい。おしまいだって。待ってね。さて、この音楽だったっけ、ここ。というわけでね、まだ時間があと10分ぐらい、10分ちょい、てか15分ぐらいもね、取れちゃおう。思えば取れちゃうから、おまけ要素の方をまず見ていこうかな。11月24日私思い切って行ってみたの。なるほどね。変な人と出会った。ああ、これあれか、最初の出会いみたいな。変な人だけどなんだか気になる。不思議なことばっかり言うと。
お今空白だったからびっくりした。今日は一歩も外に出なかった。ああ、ドキドキする。もう、本当にね、恋は始まってたんだね。だいぶ沈黙するか、あれ。後悔か。ああ。タオルケット渡してこう言ったの。タオルケットをくれ、今思えば私にあげるときすごく悩んでいた。ああ、で、これがあれだね。あの、途中で出てきたやつだね。なるほど、なるほど。これがまあ日記ということだね。ETC ってなんだっけこれ。ああ、そうだ、あらすじとかだね。じゃあまずお話のあらすじをね、最終回になっちゃったから、振り返っていこうか。まあ最初はカジノの星に乙女爆弾たちが行って、まあ、おもちちゃんはね、男の子目当てで、他の子はお金目当てで、まあ行ってたわけで、で、そこで会ったのが、魚帽子が突如現れて、占拠されちゃったよと。で、ラザニアとクークはそこに向かうんだけども、あれおかしいぞ。なんで乙女たちは無傷で生き残ってるんですか？魚帽子は死んじゃってるんですか？っていう感じでしたね。で、おもちちゃんはヘミオラと出会ってたと。で、まあ、モーチャスにちょっとね、話っていうか主人公が移るわけで。で、まあ、103日だっけ？同じ日を103回、103日分ぐらい繰り返してたと。で、狂った地球を戻せるかな、という。で、地球がボカーンってなって、タオルケット5みたいなね、少し展開になっちゃったと。で、乙女爆弾が眠る地下に行き、おもちちゃんはいなかったと。で、それについて、その後、まあ、なんだ、乙女たちにバレて地球を爆破されると。で、その際にラザニアは、残念なことに。ここで終わりか。ネクストがあるけど、ネクストいけない。よし、じゃあ次は、種族紹介。こういう風になるんだ。いっぱい靴下。26歳。26歳って言われるとちょっと嫌になるね。古本古本。ちょい悪の部屋。カエルの子。で、こっちが昔のおもちちゃん。おもちのお化けが。で、しじみ。しじみ汁ワンペーコ。まあちょっとね、サクサクと見ていこうかな。ヘミオラオラ。エレジー。本当にね、魚帽子は結局何がしたかったんだろうね。もむけポンペ。木の実が脳天に直撃し、おつむの成長が止まった。にゃっぺんちゅ。侍侍よ。あごちゅ。あごちゅのこのデザインいいよね。なんか、ちびロボもデザイン違うし。そらそらクーク。ラザニア捜査官。まあ、途中でね、リタイアというか、殺されちゃったけど。ポンポンアルファという、意外と丈夫で長持ちする。
ポンで統一しているためしょっちゅう暴動が起きる。猫足昆布。ああ、まあこの二人は今回ね、ほんとちょい役だったけど、おお、なんで止まったんだ、びっくりするじゃねえか。よいしょ。猫舌、にゃんこ侍ね。まあ猫舌に関してはね、他作品でも本当にね、主人公やってるからね。コンチェル、まあ安定のね、ツンデレというか、我らが主人公モーチャス、少年、プッチワンワン、犬犬犬犬。よし、というわけでここはこれくらいかな。最後にケルバースデウーサ。あー、これもしかしてあれかな。あー、これあれか、あの道中じゃないよ、あのストーリーの合間であったやつか。そうだよね、これね、こういう風にできてた、あ、できていったよっていうやつだよね。うん、なるほどね、これだったのね、ケルバースで嘘っていうのは。というわけでタイトルに戻っちゃいましたが、というわけでね、意外と短くってびっくりしちゃったな。今後どうしようかなっていうのをね、まあ話す前にね、今回の感想なんだけど、まあ短い割には割とね、話がしっかりしてたしね、テンポもよくいい感じの、なんていうんだろう、まあラザニアのことはあったけどね、それ以外を除けばね、まあめでたしめでたしハッピーエンドっていう感じでね、まあいいんじゃないかなっていうのがあって、まあ いつも通りのね、タオルケットじゃないかなって割と思いますな。というわけで次回作に関してなんだけど、あの多分ね、この最終回上がってる時にはもう投稿されてると思うけど、他のタオルケット作品に関してはもう全部一通りやったんで、3から順番にね、またやり直していく、もう一度実況というのをね、多分今投稿してるかな。今ね、この最終回を撮ってる段階では撮ってないんだけど、多分ね、あのこれが投稿されてる時にはね、並行で投稿されてんじゃないかなって思います。で、あとはそっちをね、ぼちぼち進めながら、更新を停止してたね、実況の方を再開したいかなとか思ってます。そうだね、あとはまあ新作もなんかそのうち出すというのは情報にあったんで、それを待ちながらもう一度実況とね、今までの更新を止めてたやつをね、再開したりと感になるかな。あとはスマートフォンのちょっと実況がもしかしたら撮れるかもしれないということなんで、ぼちぼち単発とかでね、いろいろ上げていこうかなと思います。まあコラボコンビの方もね、やりたい作品の方が決まりまして、日にちが合えばね、撮って投稿しようかなと思います。多分ね、これが上がってる時はもう投稿されてると思うんだよね、全部ね。だからちょっとまあこれが上がってる頃にはどうなってるか分かりませんが、今後ともね、実況の方よろしくお願いします。というわけで少し長くなってないか、いつも通りぐらいですが、今回タオルケットもう一度ゼロ、ここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。また他作品でお会いしましょう。さようなら。